どうも、ゆういちです。いつもご視聴いただきありがとうございます。台風がですね、過ぎ去った翌日になります。ちょっとね、周りを見てみますと、もう濁流が流れた跡がしっかりとですね、残っているような状況です。今日何をやっていくかっていうのはですね、これ私のアウトにもともと搭載したタイヤ、約ですね、3年半ぐらい経ってます。で、走行の方が 28,149 キロになってます。そうなってくると、皆さんがお持ちのタイヤクリーナーですとかシア出し剤とかねですね、やってても、まあ、すぐにね、こう色とかツヤがだんだんなくなってくるんですね。どんなにやってあげても、そこをちょっとでも伸ばす方法、ちょっとでもタイヤを美しくですね、見せる方法を、ご紹介していきたいと思います。まず考え方として、中に染み込んでしまった汚れを浮き出せて、綺麗にして、で、改めていいものを入れてあげるっていう感じですね。じゃあね、中の汚れをですね、まずしっかりとですね、浮き出させて、取っていく作業をします。まずですね、前もご紹介したこの激泡ガラスクリーナーを使っていくんですけど、ホイールに関しては私これ自家塗装ですので、まあ、なるべくですね、自家塗装されている方はこの泡がこれつかないように注意が必要です。私ですね、前このような同じような動画でホイールを激泡クリーナーで掃除したところですね、めちゃくちゃ綺麗になったんですけど、そもそもですね、塗装面はダメだよというご指摘がですね、ご視聴者様からありましたので、改めて言わせていただきました。では早速参ります。あ、危ないでしょうね、これだけ。はい、一度ですね、簡単に拭き取ってみましょうか。はい、まあ、いつも拭いたらこれが取れるんですけど、ちょっと乾くまで待たないといけませんね。あれですね、フタブルって本当結構丈夫で、結構こうガザーガザーってやっても全然へっちゃらですね、破れない、丈夫。で、2回目ちょっと一応ねやっていきましょう。拭き取ったですけど、残りの汚れもきれいにしてもらったので、もう一度動かすビーナーを拭きました。ホイールの細めにはまだね、お願いします。まあ、考え方としてましては、皆さん最近では洗顔料を使って泡立てて顔を洗うと思うんですけど、その原理と一緒で中に詰まった油を泡で浮き出させて、新たに皆さんが使っているタイヤのクリーナーですね、いろいろ皆さんそれぞれ使っているものがあると思いますので、タイヤクリーナーに関しては皆さんが持っているものでいいと思います。タイヤワックス剤とかね。いつも洗車の時とか結構タイヤの汚れって結構取ってるつもりなんですけど、まあ、少しずつね
汚れとか遺体の知らない物質がタイヤの中に染み込んでいくんですね。だいたいひび割れも出てきたんですけど、そこは後で映像でお出ししますね。はい、ちょっと乾くの待ちましょう。はい、では今ですね、こう触っても手につかないとこまで乾いてきました。ではちょっとね、施工した方としない方どんな感じかっていうのをですね見ていきましょう。激泡クリーナーだけでも、まあ元の汚れをかき出したっていうこともあるので、まあ、そこそこ汚れは取れたかなという感じですね。だいたいタイヤワックスとかクリーナーとか使ってしばらく経つと、もうすぐこんな感じになっちゃうんですけど、改めて、この激泡クリーナーを使って皆さんがお持ちのお手洗い実施剤を使ってやるとさらにいいということですね。じゃあせっかくなのでこれもついでに拭いてみましょうかね。言うの忘れてたんですけど、まあこんなのするのめんどくせえよっていう方はですね、もう、ミストムースが出るこういうタイプをですね使ってタイヤの汚れも一緒に落としてやるっていうのも、おそらく原理は一緒なんですけど、個人的に思うのは、まあ根本的な汚れを落とすのはこちらの方が優秀なのかなっていう感じはします。見ての通りですね、どん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 染み込んでってんですね。これこっちの場合はかき出しながらツヤをですね出していくっていう感じなんですけど、この激泡の場合はその場で泡がとどまってこうその場でこう浮き出してやる、汚れを浮き出してやるっていう印象ですね。そこの違いがあります。なのでこの洗浄とワックスが両方いけちゃいますよっていう違いですね。一緒に汚れが落ちていくように見えるんですけど、泡がさーっと一緒にね汚れと一緒に早く落ちてしまうので、こっちの激泡を使ってその場に泡をとどまらせて落としてやるっていうやり方ですね。まあ、そういう考えでやっております。ついでに下の方も、まあ、これだけでもですね十分綺麗にはなるんですよ。当然商品として出てるわけなんで、なんですけど、こう多走行を走った車、3年半も変えてないタイヤに対してのアプローチはしっかりと元の汚れを浮き出させて取って、で皆さんがお持ちのタイヤクリーナータイヤワックスを使うといいという動画でございました。で反対側はやらないのかっていう声がちょっと今天から聞こえたんですけど、あの別のネタがあります。ですので今回はだいぶ劣化してきたタイヤに対していかにですねタイヤのツヤをですね残していくという方法の動画でございました。はい、ではタイヤの今の溝の減り具合とかちょっとだけ見ていきましょう。ここに交換時期を表す目印がついてます。そして正面から見ると皆さんもご存知かと思うんですけど、ね、
ここに差し掛かったらもうすぐにでもですね、交換した方がいいよという溝のサインがありますよね。まあ、正面から見るとまだ溝あんなと思うんですけど、まあ、ここまで来るとね、いざという時の事故の場面では、もう変えた方がええですよという時期ですよね。後輪の方はまだね、前輪より溝はしっかり残っているなっていう印象なんですけど、いずれにしてもですね、近々タイヤ交換、またホイールもですね、一緒に変える作業をですね、していく必要があると思います。では戻ります。ということで、最後までご視聴いただき、ありがとうございます。チャンネル登録、評価、コメントもですね、どしどしお待ちしております。まあ、この動画では、DIY、ドライバーズ脱産、車のですね、パーツ紹介などお役立ち情報ですね、面白おかしく紹介しております。それでは、みちゅぶでした。